分断国家朝鮮の象徴、反門天分断国家は、本来なら一つの国家であるべきだが、人為的に分裂させられた状態にある国民国家のことである。特定地域が分割されて二つ以上の国家が存在する状態を幅広く指すことができるが、特に第二次世界大戦後の冷戦時代に、 西側陣営と東側陣営とで国内が分裂した国家を指して使われることもある。分裂国家などの呼び方もある。分断国家の特徴として以下の点が挙げられる。一つの国家内に複数の政府承認を受けた二つ以上の政府が並立している。並立する政府がいずれも当該国家で正当性を有する唯一の政府である。 との認識から自身が主導する国家の統一を思行している。その状況が平時において長期間持続している。分断国家の各政府は自己が認識する正当性を根拠に国家の統一を目指して政府同士の戦争、交渉、または諸外国との外交を行う。並立する政府の外交上の扱いは国、時代によって異なっており、 並立する政府に対する他国の政府承認を一切否定する方針もあれば逆に否定しない方針もある。統一が実現するまでの間各政府はそれぞれが実行支配する地域で独自の内政を実施し、かつそれぞれの地域住民は政府によって相互交流が制限されるため同じ国家内の地域同士であっても経済格差や 住民の価値観の変化等が生じる。また、別個に政府承認を受けた各政府が独自に外交政策を展開することで、国際社会では分断国家の存在を前提とした国際関係が構築される。分断国家で分断状態が長期化すると、これらの事象が複合的に発展し、国家が分断されている異常な状態が状態である。 という、分断の高級化が発生することが多い。分断国家は、一国家一政府を原則とする、国民国家の概念が普遍的になった、近代以降に現れた概念である。従って、ローマ帝国の東西分裂や、両方国家が乱立していたドイツ統一以前のドイツ、及び三国時代や疑心南北朝時代の中国等、近代国家でない国の分裂は、 分断国家に該当しない。また、スール王国のように、全近代国家の統治する地域が、列強諸国によって、分割、植民地化され、後に分割された地域が、植民地単位で別個に独立した場合も、分断国家に該当しない。一方、近代国家で二つ以上の国家が並立していても、分断国家とみなされない場合がある。中華民国に対し、 一国二制度で中国統一をと訴える中華人民共和国のスローガン分断ドイツの象徴ベルリンの壁が機能しなくなった直後の様子2019年時点で現存する冷戦に起因する分断国家は中国と朝鮮の二カ国である。これらの国の各政府はいずれも国土全域を支配する正当性を有すると主張し 対立相手の正当性を認めていない。また、過去の例としては、イエメン、ドイツ、ベトナムがある。いずれの事例も、冷戦の最中に独立、主権を回復する過程で、政治、経済体制を自由、資本主義体制と社会主義体制のどちらにすべきかというイデオロギーの選択が対立の原因となって分裂している。下記の一覧では、分断国家を、 国名の五十音順に掲載している。現在過去上記の分断国家に対し、戦中の短期間の未政府が分裂した、国家国民の自発的意志によって分裂した国家、いわゆる亡命政府のいずれかに該当する場合は、分断国家とはみなされない。また特殊な例としては、従前の民族受血権による、統一の正当性が戦争によって、 全面的に否定され再分裂した大ドイツがある。下記の一覧では、該当事例を、国名の五字音順に掲載しているインドと、パキスタンに分断された、インドア大陸、灰色は、貴族未定地アブハジアと、南オセチアが事実上独立した状態にある、ジョージア1989年から2008年に、かけてのユーゴスラビアの変遷軍伐時代の中国における、 各軍閥の勢力図。青色系が国民政府系列。緑色系が直令派系列。肌色が方天派、ピンクが賛成派、薄オレンジが西北派。ナチスドイツによる大ドイツ統一左上、バイマル共和制時代からのドイツ国右上、アンシュルス後のドイツ国左下、ズレーテン併合後のドイツ国右下。 米面命令保護領設置後のドイツ国、第二次世界大戦中のドイツと、東部総合計画黒線、ナチ党の権力掌握時点の国境青緑色、1935年時点のドイツ国。国転線、独ソ線における、ドイツ軍の最前線赤線、1943年時点の、ドイツ本土青点線、1943年時点の、国境、 ドイツの行政区分青色文字、ポーランド総督府と国家弁務官統治区域成長による統治を経て、侵害革命前後に大モンゴル国として独立した北部の外猛虎と中国統治下に止まった南部の内猛虎に分裂。その後内蒙猛虎は日本の影響下で成立した満州国により東西に分裂。 残った内モ古コ西部には内モ古コ自治運動により、モ古コ軍政府が誕生する。1945年のソ連軍の侵攻で、モ古コ自治国政府と満州国は消滅。旧モ古コ自治国領域では内モンゴル独立宣言を、した内モンゴル人民共和国、旧満州国領公安総省では東モンゴル自治、政府やホロンバイル自治省政府などが成立し、 南北モンゴル統一運動を掲げ、1947年には、それらの勢力を統合した内モンゴル自治政府が、成立。その後国境内戦の結果成立した中華、人民共和国では内モンゴル自治区が設置されるも、南北統一はならず、逆に、中国共産党政権による内モンゴル人民、革命党粛清事件により統一運動は、徹底的に弾圧された。 なお、中華民国政府は、現在に至るまで、外猛虎の独立を認めず、中華人民共和国やロシア連邦を、トゥバ共和国の領域と共に、自国領土だと主張している。1859年に、オスマン帝国領内のワラキア公国と、モルダビア公国が合併して、ルーマニア公国が誕生。1877年5月9日に、 オスマン帝国州主権下からの独立を宣言し1878年のベルリン条約で完全独立を達成するもトランシルバニア公国やベッサラビア、ブコビナはオスマン帝国の影響下にあった時代にロシア帝国やオーストリア帝国によって割上されたためそのハントには含まれなかった第一次世界大戦後の1918年に ハンガリーとロシアからトランシルバニアとブコビナ、ベッサラビアを併合し、大ルーマニアの統一を達成。ベッサラビアの内ソ連統治下に止まった、ごく一部の領域が、モルダビア自治ソビエト社会主義共和国を形成した。1940年にルーマニアはソ連へベッサラビアを、割上させられ、第二次世界大戦中には、再占領する者の敗戦により領有権を放棄し、 ソ連へ割上モルダビアソビエト社会主義共和国として、ソ連を構成する共和国の一つとなった。1991年のソビエト連邦の崩壊により、モルドバ SSR はソ連から離脱し、現在のモルドバ共和国が成立。前後して、ルーマニアモルドバの両国では、ルーマニアモルドバ統一運動が起こるが現在に至るまで統一はなされていない。 1885年に、ベルリン会議において、もともとあった、コンゴ王国が、コンゴ自由国とフランス領コンゴに分割され、植民地化。1960年、ベルギー領コンゴとフランス領赤道アフリカはそれぞれ、コンゴ共和国という全く同盟の国として独立。間がわらしいのでそれぞれの首都の名前を付して、元ベルギー領コンゴは、 コンゴレオポルドビル、元フランス領赤道アフリカは、コンゴブラザビルとして区別された。1964年に、コンゴレオポルドビルは、正式国名を、コンゴ民主共和国に変更。当初コンゴレオポルドビルは東側より、コンゴブラザビルは西側よりだったが、1970年に、コンゴブラザビルにおいて、共産主義国家のコンゴ人民共和国が、 1971年に、コンゴレオポルドビルにおいて、新米反共主義のザイル共和国がそれぞれ成立し、対立。冷戦終結後の1991年に、コンゴ人民共和国が、コンゴ共和国へ、1997年に、ザイル共和国がコンゴ民主共和国へと、それぞれかつての国名に変更。現在これといった、再統一運動はない。 ありがとうございます。